愛いんです。見て可愛いってなりました、うん、そう、めっちゃ可愛い。ね、ちょっと待ってね。あれ、遅い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 。あ、バッグ可愛いってやっぱり皆さん、やっぱりですよね、うん、本当に可愛いんです。なんかバッグってこうコーデの雰囲気が一気にガラッと変えてくれるから、うん、めっちゃいいと思いますよ。なんか一つ入れるのに、めっちゃ遅いな私の携帯。なんでや。あ、行きました。はい、行きました。はい、はい、では早速ワンピースからいこうと思います、はいはい、こちらがバッグオープンワンピースになります、はい、品番が E の2740です、はいはい、カラーがこちら、まずぐーちゃんが着ているのがグレージュです、はい、続いてこちら手に持っているのがグリーンです、はいはい、そしていーちゃん着ているのがチャコールグレーになります、はいはい、でこちらは3色展開になっております、はい、お値段いきます。じゃじゃん、3740円。イエーイ。あれか、税込みになったんですね。全部税込み表記に、うんうん、なんか言いやすい。確かに言いやすい、はいはい、になっております、はいはい、でこちらは3月26日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、じゃあぐーちゃんポイントお願いします。はい、はい、これはですね、うん、なんといっても形がめちゃくちゃ可愛いです。はい、はい、まず前から見ても、うん、首元、この、ウエスト周り、うん、とあと袖、ギャザーが全部入ってます、はい、なのでシンプルなんですけど、このギャザーがワンポイントで前から見てもすごい可愛いんですが、うん、後ろ姿がとても可愛くなっております。バックシャンですよ。バックシャンです。はい、はい、で背中のね、あ、ごめんなさい、リボンがついておりまして、はい、こちら外してもらって、うん、着脱していただく形になるんですけど、はい、結構長めなので一人でも結構全然自分でくくれちゃいます、うんうん、はい、で、はい、後ろがこうガラッと開いていてすごい抜け感が出てすごい可愛いんですが、うん、前はちょっとだけ V ネックになっております、うん、はい、でここが V ネックになっていることで詰まる、首の詰まり感もすごい、軽減されるんじゃないかなと思います、はいはい、で丈感なんですけど、はい、私160センチで擦らない丈感で、うん、ワンピースなんて高身長さん向けかなっていうコメントをいただいてたんですが、うんうん、みーちゃんが152センチで着用したんですが、うん、することなかったので、うん、低身長さんも全然着ていただけるワンピースだと思います、はい、でウエスト周りがおへそより私160センチで、うん、5、6センチぐらい上なので本当にスタイルアップに抜群、スタイルアップが抜群なんじゃないかなと思います、うんうん、っていうのが嬉しいポイントですね。ね、はい、あとワンスでなので、はいはい、そう、お袖もねしっかり隠れるから、うん、二の腕とかも出したくない方、うん、で程よくなんか背中だけいやらしすぎないかなと思うんですよね、うん、なんかこれが結構もうめっちゃ露出みたいな感じやったら、うん、もしかしたらがっつり背中でも気になるかもしれないんですけど、うんうん、なんか上品な肌見せができるんじゃないかなと思います、うんうん、そうですね、あと張り感がすごいです、うん、そうなので本当にシルエットを隠してくれます、うん、体の、ね、そう気になる部分、私なんか特にもうこことかめっちゃ気になるんですけど、うんうん、ウエスト位置が高いしここからふわんと張り感が、うん、そう出てくれてるので、うん、もう抜群に隠して足の形隠してくれてます、うん、本当に出ないです、うん、はい、はい、でウエストもゴム仕様なので、うん、はい、ここもちょっと膨らんでも大丈夫だと思う、はい、全然苦しくないです。しかもゴム柔らかいね。めちゃくちゃ柔らかいです、はい、一応お袖のところもゴムが入ってます、うんうん、はい、です。もしかしたらニックさんとかも、うん、ウエスト位置をグッともうギャッて上げてもらって、うん、ここからポワンってしてもらったら、そうですね、多分 E がそこまで苦しくない方なんちゃうかなとまだ思います、うんうん、これが限界ですけど、そうですね、うん、はいはい、なので着ていただいても良さそうな気がしますね。そうですね、はい、はい、ね、洗濯できますか。だって洗濯していただけます。はい、はい、大丈夫です。嬉しいですね、はい、でね、グリーンも見たいっていただいてて、あ、ぐーちゃんにグリーンをって、オッケーさんが、じゃあグリーンを着てきますね。めっちゃ似合いそうです。本当ですか。なんか多分ストロングな感じしますね。ストロングな感じそれだけ言ったらなんかね強いみたいな言い方だからやめよ。あれですね、イエベオータムのストロングです。はい、そうです、はい、すいません、はい、そうです。シワはできづらいですか。シワはですね、素材がこちらポリエステル 65%、綿 35% で綿が入ってるので、多分こうちょっと座ったりとかで座りじわとかはできると思います、うん、でも元々そんなもうピンってしてる感じとかもないですし、このギャザーが寄ってて、ここのあたりとかはギャザーが
生えてるのでシワができててもそんなに目立たないかなといやらしい感じの、うん、あなんかめっちゃ嫌やみたいなシワじゃないかなと思います。個人的にですけど、はい。で、あの洗濯した後はちょっとささっとスチームアイロンとかで伸ばしていただいた方がより綺麗に切っていただけるかなと思いますね、はい。ベルトしてほしいです。ぐーちゃんじゃあその上からさベルト、はい、そのウエストラインのところでキュッてベルト1本細ベルトしてもらえへん。はい、了解です。ポケットありますか。ポケットはこちらないんですよ。仕様的にないです。はい、いつものごとく汗じみ検証 OK です。じゃあ私ちょっと今シャコール着てるので結構ね、これは出る気がする。わかりやすいんちゃうかな。濡らしてはいるんだが、めっちゃ濡らしました。あれ、めっちゃ濡らしたんだけどあんまり染みない。今汗じみ検証中です。あ、めっちゃベタっていってこれぐらいですね。多分色的には、まあ、綿も入ってますし、こうちょっと汗じみはできるかもしれません。はい。ですが、ここの脇とかはまだしっかり余裕はあるので、脇汗がこうベターっとつくような感じではないかなとは思います。はい。で、後ろ向いてってあったんで、後ろこんな感じに、あ、すいません、私下着が見えた。申し訳ないです。ちょっと。こんな感じかな。はい、これぐらいです。はい、こんな感じになります。はい。すいません、ちょっと下着が見えてしまってましたね。申し訳ないです。はい。なのでもうちょっとこう外にやった方が、私はね多分骨格的にギュッてなってたんで今見えちゃってたんですけど、見えても大丈夫な下着とかの方がいいかなとは思います。はい。何月頃まで着れそう？肌にひっつく感じ。ひっつきはしないと思うんですけど、これはでも梅雨時期とかも全然着れると思いますし、まあ、真夏はもしかしたらちょっと汗いっぱいかいちゃうと、この辺とか私汗かくんですけど、ちょっと汗じみ気になるかもしれませんね。もしかしたら、はい。シャカシャカ生地なのかな？シャカシャカ感はあんまりないです。綿がやっぱり 35% 入ってることによってなんかポリエステル感しっかりみたいなのはあんまりないので、はい、そんなにシャカシャカはしてませんね。これは綿のブラウスとかによくありそうな感じがします。はい、あ、上着合わせてくださいってあるんで、じゃあ私次ベージュとか着て上着合わせてこようかな。はい、はい、あ、かわいい緑で、ベルトしてきたんですけど、はい、こんな感じです、うんうんうん、ベルトもすごいしやすかったです。はい、はい、なんかそのままジャストのところにしていただいたら、そうですね、うん、なんか雰囲気変わって可愛いかなと思います、はい、はい、で、低身長さんの動画も、はい、ね、高身長さんもお見せしようかなと思うので、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、まずこれやね、こちら152センチのみんちゃんが着用しました、うんうん、フラットのシューズなんですけどそんな吸ってないですね、うん、それこそさっきぐーちゃんみたいにウエスト位置をベルトでギュッて止めちゃえば、はい、うん、ずれてくることはないんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、続いてシェアを停止、あ、別のやつか、変わっちゃったんですよ、なんか仕様が変わってちょっと焦る、うん、はい、これは、168センチのスタッフに着用してもらいました、うん、ちょっと足首が見えてね、また細いとこが見えるから、うん、そうですね、うん、すごい華奢見えすると思います、うん、はい、よし、はい、はい、こんな感じです。はい、はい、こんな感じですね。すいません、コメントちょっと下行きますね、はい、結婚式とかは無理な生地ですか？結婚式はね、うん、ちょっとカジュアル、うん、そうですね、本当にすごいカジュアル なんかガーデンウェディングとか、うん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 、そういう感じだったらまだギリいけるかもしれないですけど、そうですね、アクセサリーとか次第で、うんうん、でも普通のね、こうちゃんとチャペルとかでしっかりするようなのだったらちょっとカジュアルだと思います。そうですね、はい、後ろのリボンの縛り具合で、背中の空き変わりますかっていただいてるんですけど、うん、ち
ちょっと無断で検証いたします。お願いします。今真ん中ぐらいかな、もうちょっとアップできる、はい、今真ん中ぐらいなんですけど、うん、結構いく首苦しい、うん、前首は全然苦しくないです。あ、でもいけるんですけど、あんま縛っちゃうと、うん、めっちゃ極端にやりますね。首元苦しくない程度でかなりギュッて縛ったんですが、うんうん、そうするとここがちょっと開くんですよね、うんうん、ちょっと横向いて こ, こ,、はい、このここがなんかたゆってしちゃう感じがあって、形が、うん、まあ、狭くはなるんですけど形がやっぱちょっと崩れちゃうので、うん、やっぱりこのまま形にちょっと沿って、はい、ここで縛っていただくぐらいの方が綺麗かなとは思います。そうですね、うん、あとなんか縛ると、うん、腕が上がってきますちょっとだけだけど、あ、この肘のところがこうキュッて上がるから、ここがこうなるからね、うんうんうん、ちょっと腕がもうちょっと出ちゃう、あ、出ちゃうかもしれないですね、うん、はい。あと、いーちゃんそのグリーンいける色っていただいてるんですが、うん、私もこれ多分大丈夫やと思います、はい、ちょっとこうあの明るめの柔らかいトーンのグリーンなので、うん、多分全然いけると思います、うん、はい、はい、私ベージュ着てきてアワー合わせをしてきますね。いいです。あ、ゆるく結んでくださったりします。あ、ゆるくした、ありがとうございますはい、うん、はい、いきますね。インナーで背中の空きを少し減らすならどういうインナーになりますか。私だったらなんかハイネックの、なんていうシアーの、うん、あ、かわいいやつとか中に入れたらめっちゃ可愛い気がします。確かに、うん、今の時期とかそれしたらすごい可愛い。そうですね、うん、絶対可愛いと思います。そしたら背中全然見えないし、うんうん、透けてるっていうだけになるので。そうですね、うん、あと、まあ、スクエアパンクとか、うん、もう逆にインナーを見せてしまうっていうのも可愛いと思います。多分半分ぐらいインナー見えてても変ではないと、うん、全然変ではないと思います。うんうんうん、ちょっと下行きますね。あ、画質が悪いですって、やっぱり雨だからかな、うん、申し訳ないです。ちょっとカメラ拭きましょう。もしあれやったら一回ちょっと入り直してもらったりとかしてもまた変わるかもしれないです、うん、かもしれない。はい、はい。あ、かわいい。レースインナーとかもかわいいね。あ、絶対かわいいと思います。レースインナーもいいですね。ふーちゃん天才だ言うて、あ、嬉しい、ありがとうございます。うん、ブラジャーは見えないですか。もうブラジャーは私見えない気がするんですけど、うん、見えないです。あの、うん、ブラ の, あの下の位置、うん、あの、うん、とこ上、え、何、アンダーの位置、うんうん、の後ろのところ、うん、よりは完全に上なので。そう、完全に上なんですよ、うん、見えるとしたらちょっと私が多分さっき やらかしてたみたいな紐がちょっとずれてしまってたら見えてたりするんですけど、ね、うん、そこだけややちょっとだけ気持ち外とかにしてたら、うん、紐も見えることないと思います。そうですね、うんうん、私は中にね、ブラジャーじゃなくてあのカップ付きのやつ着てるからちょっと見えてるかもしれない、うん、それは全部する、全然いいと思う。私は着ないですが、もうちょっと緩くしようかな、うん、私スクエアパンク着てみようかな。あ、お願いします、うん、紐も行方不明になっちゃった。紐はい、してみますね、うん、まあ、そうです。カラー展開は、グリーンとベージュと、ライト、グリーンとベージュとグレーですね、うん、はい、です、です、はい、そうです、そうです。質問いこうか。はい、はい、あ、ウエストの伸び具合も見たいとのことなので、ちょっとそれも後で伸ばしますね。付け襟とかしてもいい感じ。あ、絶対可愛い、うん、けどちょっとフェミニンになってしまうかもしれない。そうだね、より一層、うん、でもフェミニン系が好きな方はね、うん、うん、いいと思います。はい、ウエストの伸びはこれぐらいです。結構伸びます、うん、私めちゃくちゃ柔らかい、うん、めちゃくちゃいい感じです。苦しくないので。使ったことないけど、最近のやつはいけるかな。私ユニクロ様様のカップ付き常に使ってます。なんかブラジャーめっちゃ苦手なんですよね。苦しいから、はい、うん、苦しくてあ、グーちゃんもう一回後ろ姿見せてほしい。 OK です、こんな感じです。後ろ姿見えますかね。はい、
あ、いいちゃん付きしたらより似合いそうだな、確かに。ほんまですか。わかります。めっちゃラブリーになるかな。うん、ラブリーになる。趣味人感が増しそうですね。うんうん、いいちゃん付きめっちゃ似合いますよね。ほんまにめっちゃ似合う。付け襟顔なんかな。付け襟顔どんな顔とか、なんかあるやん、そういう顔タイプとかで、なんか似合うそうなのかな、分からんけど。だと思います。知らんけど。私似合わないんですよね。そうなのかな。可、う、愛、ん、かったけど、なんか前つけてたの可愛かったけど。あ、つけてました。うん、つけてなんかうろうろしてたらモフィちゃんがめっちゃいいって言ってますずっと。うん。それのゴム肌に跡つかないですか？私はつかないです。はい。なんかまだここに余裕があるからつかないんですけど。でもこれ結構緩めなんですよね。私あのあるとゴムがあるところ、この袖の口のところが腕の細いところにあるので締め付け感はないです。これぐらい空いてます。はい、 1.5 ぐらい空いてますね。はい、はい、うん、すいません、お待たせいたしました。スクエアパンクを中に入れてみたんですけど、これぐらい見えても別に変じゃなくないですか？あ、全然変じゃない、ね、むしろ可愛いです、うん、なんかこういう感じでバイカラーになる感じ、うん、があるので、まあ、同色入れてもいいと思いますし、そうですね、なんか別にこれぐらい見えてても問題ないかなと思いました。うんうん、はい、で、アウター合わせかな。あ、インディゴもいいです ね、インディゴが可愛いかなと思って、うんうん、薄いよ、もちろん可愛いんですけどね。はい、こういう感じで着ていただいたらいいかな、うん、アウターは軽アウターだったらね、全然取り合わせてもいいと思いますよ、うん、袖そんなめっちゃ邪魔になるとかはないと思うので、うん、ね、はい、うん、いいと思います、うん、はい、あ、ゆきさん、スクエアタンク買うって、うん、ありがとうございます。はい、私も2着買いました。スクエアタンクね、使えるよね、うんうん、あ、2人はこれガチ買いするの？私はでもチャコール狙ってます、これ。あ、めっちゃ可愛かったです。着たい、かわいい、うん、私はね、うん、なんか自分らしくないなと思うんですが、挑戦してみるのもありかな、うん、でも、うん、強いて言うならベージュ、ベージュかな、ベージュです。はい、はい、あ、背中上げ気になるけど、うん、いいちゃんみたいに着るといいねって、本当にこ の、 あのスクエアタンクで合わせる着方おすすめですよ。そうですね、ちょい、めちゃくちゃ可愛い、はい、全然なんか見えても変とかじゃないと思うので、うん、はい、グレージュはベージュが強いのかなっていただいてるんですが、結構ベージュっぽいですね、グレージュ、うんうん、そうですね、そう、結構ベージュ味の方がなんかベージュやなっていう方が個人的にはしっくり、そうですね、きました。はい、はい、あ、ぐーちゃん似合ってるよ、今日のヘアアレンジにも似合ってるだって。です、ありがとうございます。はい、あ、汗染みやってほしいっていただいてるんですけど、はい、汗染みはね、あのチャコールのカラーで私が最初の方にやってるので、よかったらまた IGTV 見返してみてください。すいません。はい、スクエアタンク合わせるなら白以外の色だと変ですか？全然変じゃない、変じゃないと思う。黒とかグレージュとか、グレージュも、うん、なんかそんなすごい目立たせるというよりかは馴染むような感じの色を合わせていただいたら、うんうん、多分あの3色どれ持ってきても大丈夫だと思います。はい。はい、ですね。はい、はい、他の色にレースタンクとかでもいけるかな。絶対可愛いと思いますよ。大丈夫です、うん。なんかレースをあえて見せたりとか。そうですね。うん、そういうのだね。こういう背中開きとか、ちょっと肌見せしてるタイプのものはできるので、はい、うん、なんか自分なりにアレンジして着てもらうのもすごくおすすめです。はい。はい、じゃあ次のやつ行こうと思います。はい。はい、着替えてきますね。はい。M のんさんかな、スニーカー合わせしてほしいですっていただいてますが、スニーカー合わせも最初実はやってて、うんうん、ちょっと今履こうかな、ぐーちゃんちょっとコンバース取ってくれるの、はい、ちょっと今履きますね、多分ベージュにコンバースとかも可愛いですよ、ありがとう、よいしょ、こんな感じです。やっぱスニーカーは安定にこれは合うので、あのこういうちょっとサフであったりとかリボンであったりとか可愛らしい感じのアイテムにあえてあのカジュアルさをプラスするのにスニーカー合わせはめっちゃいいと思います。
はい、レイコさん、あ、わー、イーちゃん久々でありがとうございます。確かにちょっと久々な気がするな、1週間ぶりかな、うんうん、うん、です、ありがとうございます。あ、アイさん、まだ見てなかったけど仕事戻りますって、頑張ってください仕事、行ってらっしゃいませ、 ICTV 見返してください。あ、最近神戸レタスを知って大好きになりました、動画もすごく分かりやすいですって、まあみなさんかな、37さん、ありがとうございます、嬉しいです、最近見てくださったんですね。はい、池さん、コンバースって本当万能だよねって、本当に万能です。私もぐーちゃんも多分絶対1個は持ってると思う。持ってますね、うん、私に 3足、私も3足ぐらいある。白黒ちょっとカラーものを私持ってる、はい、うん、本当に万能です、何でも合う。そうですね、うん、あ、今まだ1点目です、そうです、ありがとうございます。レイさん、今日は何点紹介ですか。今日は7点全部で紹介します。今は1点目終わったところです。はい、いーちゃん今日チープ濃い、やっぱさすが、さすがですね、すごい、私今日濃いんですよ、ずっと言ってましたよね、そう、チープ濃いかなって、ずっと言ってた、そう、ぐーちゃんに映ってやっぱ濃いですよね、全然、え、なんかこう見たら全然濃くないですけど、ほんまに画面で見るとより目立つかもしれない、うん、あの、あれやんね、ライトがあるから目立つんかな、ちょっとちょっと濃いんですよ今日つけすぎた。はい、うーんと、あ、イームさん、見てたいけど、あ、夜勤前の仮眠取らなきゃで、全然寝てください、もう夜勤前はもういっぱい寝た方がいいです、ゆっくりしてください。はい、低身長には長そうだなってアーチューさんいただいてるんですけど、あのみーちゃんも切れてるんですよ実は、これ、あの低身長動画もあのお見せしてるので、よかったらそちらも見てみてください。はい、明日のライブ誰ですか、イズシート被るやつ、あ、そう、イズシート明日被るんです、そうそうそう、時間が、そうなんです、どっち見るかはあなた次第です。本当にもうどちら見るでも全然大丈夫です、 IGTV も見れるしね、そうですね、はい、うん、一応明日はね、みーちゃんですね、はい、みーちゃん一人ライブで、多分なんですけど、レタスクラブさんのやつが1個あるから、それだけ私も一緒に出るかなっていう予定です、今のところ。はい、あ、